最近の農村は威勢の良い若者が少なくなって三ちゃん農業などと言われています。働き手の父ちゃん兄ちゃんは都会へ出稼ぎ、田畑を守るのはじいちゃんばあちゃん母ちゃんの、つまり三ちゃんというわけで、ここ盛岡市郊外本宮農業協同組合もその例から漏れないようです。さてこの三ちゃんたちは共同の除草作業が終わると三三五五農協の広場に集まります。農作業は腰を曲げての仕事が多いので、疲れた足腰を十分に伸ばして健康を維持するために、この農協ではママさんばかりのバレーボールチームを作っています。農協の広場は正式のコートではありませんから、雨上がりには水たまりがあちこちにできるのが悩みの種です。さてママさんたちは自家用車を、つまり愛用車でございますかな、これを防壁に立ててトレーニング開始。鉢巻きならぬほっかむりを締め直して、ママさんたちの息健康である。ワンのツーのラスト。人事見ねえじゃん。はいはい、ワンのチームは9人制で、付近の農協チームとの対抗試合もなかなか盛んとのことですね。このチームは前年の覇者だそうで、いわば盛岡の魔女でございますかな。メンバーの資格は年間150日以上農業に従事しているものに限るそうで、出稼ぎに精出している人たちはいらないというところが、いや、なかなかその了見やよろしい。トレーニングはだいたい週1回。バレーボールを始めてからママさんたちが明るくなって、共同作業のチームワークも良くなったというお話です。さて、玉拾いから水たまりに落ちた玉吹きまで、コーチは大わらわの奮闘です。互いに声を掛け合って、ママさんたちの練習にもぐっと力がこもります。三ちゃん農業といわば家、ママさんたちの明るい声には新しい農村の未来が聞こえてくるようです。